こんにちは、すものちです。今回は人生初のブログ動画です。そして初のブログとなる場所は東京です。東京に行く目的は、今集めている缶バッジを探すためと、東京の行きたいところに行くためです。東京には5日間いる予定です。新幹線を待ちます。東京は去年の8月に初めて行って、楽しかったのは楽しかったのですが、乗り物酔いが激しかったのでしんどかったです。なので今回は薬をバッチリ飲んできました。乗り物の移動が多いと、乗り物酔い激しい人はきついですよね。新幹線が来ました。朝ごはんにこの猫のクッキー食べたのですが、キャラメルの塊って感じで美味しかったです。酔いは嫌ですが、この街を高速で走る爽快感が感じれて好きです。途中雪が積もった山が見えました。富士山みたいですねって思ってたら、富士山が出てきました。やっぱ富士山はいつ見ても綺麗ですね。酔いを乗り越え、ようやく東京に着きました。本当に東京は人が多いですね。もちろん人が多すぎるのでモザイク必須です。乗るべき電車を探すのに必死です。東京は目的地に着くまで油断なりませんね。初心者でも覚えやすい方法はあるんですかね。まず吉祥寺に行きました。吉祥寺はアニメイトがあってちょうど良かったです。食べ物のお店がたくさんあってどれも美味しそう。吉祥寺を終えて今回泊まるホテルに向かいました。ホテルはいろんなものが準備されていたので、持っていくものが少なくて良かったです。シャワーは洗いやすい仕様になっていて最高です。テレビはトキオミックスがあり、24時間アニメを見れるようになっていたので神でした。渋谷に着きました。渋谷には服やグッズなどを買いにいろいろ回ります。渋谷は奥行きがあるのでいろいろ見渡せて楽しかったです。任天堂ショップとポケセンにも行きました。奥にはなんとリコリスのカフェもありました。行きたかった。いつの間にか空が暗くなってきました。まだ行きたいところがあるので、さあ歩きで回ります。サンディーアートができるカフェに行きました。タキオンの画像を見せたら、店員の人がタキオンですねと言っていて、すっごい驚きました。そしてサンディーアートになったタキオンが運ばれてきました。食べるのもったいなかったのですが、食べないのももったいないので曖昧な気持ちでいただきました。普通にベリベリ美味しかったです。タキオンがなくなるところまで見てあげてください。悲しみの向こうへとたどり着けるなら、僕はもうグッバイタキオン。1日が終わり、翌日11時開店の店が多くて、10時くらいには外を出たので、隣の駅まで歩くという朝の運動をしました。そしたら偶然和風で綺麗な道がありました。桜も少しずつ咲き染めていたので、少し遅かったら満開の桜の道を通れたかもですね。まあこんな綺麗な道を通れただけでも良かったと思います。和風&桜で自分はアンスタの桜川琥珀を思い出しました。この時琥珀縫い持ってくれればよかったと後悔しました。新宿駅に着きました。人が多くて少しずつしか動けません。新宿のあの階段に来ました。テレビでよく見るところだってなりました。広すぎてやばい。ほぼ一本道で歩きやすかったです。新宿に用が終わったら、今度は秋葉原に来ました。相変わらずひどい。本題のところと言っても過言ではないです。秋葉原に来るとやっぱりテンション上がります。
昼食はサイゼのピザを食べました。サイゼ派やっぱり最高。だんだん暗くなり、秋葉原との別れも近くなりました。名残惜しい。帰り際はラジオ会館のところに行きました。ウマ娘の広告でテンション爆上がり。ちょうど辰巳さんで荒ぶる画面。じゃあな、秋葉。おはよう、4日目。今回はとあるところに行きます。そこはサンリオピューロランド。前まで行きたくて、その情欲しいグッズもあったので、あいにくの雨ですが、このようなテーマパーク入ったことがなかったので新鮮でした。天井がポンプリだらけのところに行きました。動画で見て衝撃を受けたところなので行けてよかったです。他にも食事やライブなども見ました。ライブでは目の前に好きなポンプリとシナモンがいて、めちゃ可愛かったです。食事ではキキのラーメンを食べました。ラーメンに卵が入っていて、ラーメンに卵が入ってるラーメンを食べるのは多分人生で初めてだと思います。でも今まで食べた卵の中で一番美味しかったです。その後ハラシンバンなどに行きました。とあるモールに行くためバスにも乗りました。ちょうど夕方時だったので空がめちゃ綺麗でした。そして翌日、最終日を飾るのは池袋です。最終日も晴れて本当に良かったです。そしてもちろん行くのはアニメグッズの店。広告はエデンになってました。仕事が早い。ちなみにアニメイト行く前におしゃんな喫茶店とカフェシナモンに行きました。これ山田三兄弟がスイッチ言われてて笑った。サンシャインシティのボケセンのカフェでドリンクを頼みました。一部のメニューはこのようにポットですが入れてくれるメニューもあるようです。自分はピカチュウのドリンクを頼んで、ドエにソフトクリームが乗ってたのでできませんでした。ゴミ箱がダストダスなのかみ。これでブログは以上です。5日間の東京本まさに楽しかったです。忙しかったり地図見ながら歩く時もあったので、撮れてないところもあり、写真だけ撮ったのもあるので、写真はツイッターに上げておきます。ぜひどちらも見ていただければと思います。できればフォローもお願いします。そしてグッズも珍しいお宝がゲットできたりして、本当に最高でした。お目当ての缶バッジもかなり集まりました。次のブログはウマ娘のライブになりそうです。たくさん思い出を作ってきます。では以上です。池袋とお別れの映像で締めくくります。相変わらずモザイクですが、ではここまで見てくださりありがとうございました。チャンネル登録グッドよろしくお願いします。 Twitter の URL は概要欄から。